逃せんぞ。水木しげる先生とお母さんのお話ですよね、とさ。その男は妖怪を引き連れて現れた。妖怪好きが集まる世界妖怪会議、神様のように崇められている男である。世界妖怪協会会長、水木しげる大先生です。会議にはそうそうたるメンバーが集まったが、水木しげるは鼻から煙に巻いた。これから何が始まるかも忘れたというか、お前は分からんけど、何か始まるようですけども、というのが私の感想です。この夏は水木がプロデュースした映画「妖怪大戦争」も公開され、妖怪ブームが再燃している。今年で83歳になった水木しげる、彼は今も描き続ける現役の漫画家である。これまで「ゲゲゲの鬼太郎」など2000体以上の妖怪を世に送り出してきた。そして妖怪を恐ろしいものから楽しく愉快な人間の友達へと変えてしまった。なんていうかな、いろいろこう福をもたらすっておかしいけど、幸せな状態になるわけですね、妖怪を描いてとね。だからある意味で描かされてるという感じがないでもないです。水木しげるの母村琴恵は3人の息子を育て上げた。中でもしげるのことをいつも一番気にかけていた。今回生前の母のフィルムが見つかった。80歳を超えた3人の兄弟は久しぶりに母の姿を目にした。20年前の母、今の自分たちと同じくらいの年齢の母の姿である。内弁慶外味噌って言葉がありましてね、で内弁慶外味噌での気の玉母さんという感じでしたね。あんた気の強いもんでしたよ。ぼやぼやしてると殴られる、うん、あんまり兄貴と喧嘩がすごくなると包丁持ってこれでやれってわけですから、包丁で。しげるにとってはまるで妖怪のようにたくましい母親だった。この番組はドコモグループ、トヨタと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。この日漫画家水木しげるは妻と共にふるさとに向かっていた。突然彼は変なことを言い始めた。東郷源氏みたいに偉い人間になっちゃうだな、ほら。俺はもう今東郷源氏みたいになったこと。もういい加減にしても妖怪ぶりしてると本当に妖怪になってきました。一つあるんですよ、電車。なんだ、あ、来た。JR 堺線を走る鬼太郎列車である。あー、よかったね、ちょうど通った。鳥取県境港、日本有数の漁港として知られるこの町に水木しげるロードがある。水木が描いた妖怪がブロンズ像となって並んでいる。この日は新たに完成した妖怪像に水木自らが魂を吹き込む妖怪像入魂式が行われた。そして新たにこんなブロンズ像も作られた。妖怪の漫画を描く水木しげる自身の姿である。もうちょっと賢そうな顔にした方がよかったよね。もう少し賢そうにした。しかもね、知恵が抜けてたような顔だからね。
水木しげる、本名村しげるは大正11年3月に生まれた男3人兄弟の真ん中である。父良一は境港で最初に東京の大学を出たハイカラな趣味人、銀行に勤めていた。母琴恵は同じ鳥取の米子の出で大きな商家のお嬢様として育った。しかし結婚後はのんきな夫とやんちゃな3人の息子たちを抱えて強い母親になっていった。家庭のお母ちゃんと違う、強気だったから、親父は常に尻敷かれてましたから、だから独裁政権みたいなもんで。茂少年は成長が遅かった。喋り始めたのも4歳になってから。茂という名前をうまく発音できず、ゲゲルといったことからついたあだ名はゲゲ。ゲゲゲの鬼太郎のゲゲゲはここから来ておるんじゃ。性格はのんびりしていて我が道を行くタイプ。朝も好きな時間まで寝ていた。その上朝ごはんは腹いっぱい食べてからでないと出かけなかった。親も呆れるような子供だった。いい加減なことでは起きないです。だから小学校も1時間目はダメで2時間目の登場でしたから、なんとなく自信があったような感じだったから、お前には負けるってようなこと言ってましたね。勉強はさっぱりだったが、唯一得意なものがあった。それは絵を描くこと。子供の頃から大人も驚くような絵を描いた。地元の新聞にも少年天才画家現るという記事が載ったほどだった。絵を描くというのはね、誰に教えられたわけでもなく、ごく自然にそうなったんです。っていうのは形を見て楽しまないとこう頼りないです。文字だけでは形が好きだったわけですよ、子供の時から。だから自分でないものは自分で描いて形を作るっていうあれでしたね。しかし母琴恵はデコばっか描いて、あんたますますダラになるでと言っていたという。目の前に海が広がる一軒家が水木の実家。皆さんでちょっとテレビの方も一緒に、今冷え冷えですから。83歳になった今でも、寝たい時には寝たいだけ寝て、食べたい時には腹いっぱい食べるという基本生活は変わっていない。まさに妖怪マイペース。昔のままだ。子供の頃あんた上で渡ってた、向こうまで。これは小浜だからね、芋が取れるんです。さつま芋が美味しい。そうすると兵が避けてるでしょ。こうして感じて、こうして火を掴んでパッてと倒れる人がいたの、強烈な場合は。水木しげるが妖怪の世界へと誘われたのは少年時代のこと。場所は境港のとある寺だった。小岳山正福寺。しげるはここで生涯忘れることのできない絵と出会う。それは地獄と極楽が描かれた絵だった。そこには死後地獄に落ちた人間の姿がリアルに描かれていた。舌を抜かれたり釜茹でにされたりするその絵を、幼い茂は2時間以上もじっと見つめていたという。やっぱあんたずっと並んでるですね、妙なもんが。お化け的な雰囲気はかなりありますよ。この絵によって茂は死後の世界に興味を持ち、妖怪に魅了されるようになっていく。15歳で高等小学校を卒業した茂は印刷所や新聞配達の仕事に就くが、すぐにクビになってしまう。大
べたいだけ食べ、寝たいだけ寝る、そんな茂に勤めが向くはずもなかった。しかし太平洋戦争が勃発、のんびり屋の茂にも二十歳になると召集令状が届いた。これだけは拒むわけにもいかなかった。行き先は南方戦線の拠点ラバウル、最も過酷な戦場の一つだった。息子の無事を祈るため母は願掛けをする。自分の大好物だったタコを食べることをやめたのだ。タコ立ち祈願。しかしラバウルでの戦況は悪化の一途をたどっていった。爆撃ですから、爆撃でジャンゴドを平野にしてから上がってくるから敵は、私はまた運悪く一番一線にいたから、だから私の周りの兵隊みんな死んだようですね。優秀なやつほど早く死ぬから、だからほとんど全滅を仕掛けたんですね。一番悪いところだったから。茂はあの地獄絵さながらの生き地獄を目の当たりにした。意外に簡単に死ぬしね、人間が。なんていうか想像もつかん残酷というか、なんていうか、あのなんか生きてるとか生ってことはあまりにも簡単にコロッコロなくなるんで、こう全く驚きですね。戦争は爆撃によって茂は被弾、そして左腕を失った。昭和21年、命からがら茂は内地の病院へと復員した。だが片腕を失ったことは家族の誰にも伝えていなかった。そしてふるさとへ帰ることが決まった時、母に宛てて書いた一通のはがき、そこにはありのままの自分の姿が描かれていた。戦場から生きては帰ったものの、片腕を失った水木しげる、母に自分の姿を書いて出した一通のはがき。あがきの隅にね、ちょっと手のない像を描いておいたんです。書かずに、文字では書かない。手が一本なくなったとは書かない。ただ小さな絵で手のちょっとないとこを描いて。水木はその時の絵を思い出しながら再現してくれた。実際はハガキの片隅に小さく書いた母の落胆を思いやってのことである。ふるさとでハガキを受け取った母琴恵は家族が驚くような行動に出た。自らの片腕を縛り家事を始めたのだ。息子の大変さを知るためだった。顔では出さないですけど、もうかなり悲しんでたと思いますね、やっぱりね。まあ、手がないと不自由だろうということで、自分の左手をね、縛って右手だけで1週間生活したという。そして3年ぶりに茂が自宅に戻ってきた時、母は恐る恐る息子の左腕を確かめた。そしてここか、ちょっと短いなと深いため息を漏らしたという。復員した茂は再び絵筆を取った。この頃描いた母の姿、辛い地獄の戦争体験が母のぬくもりを求めていた。やがて茂は本格的に絵の道へ進むことを決意し、武蔵野美術学校に入学。
母も応援するようになっていった。漫画家になったのは27歳の時。当時流行っていた紙芝居や貸し本漫画などに数多くの作品をがむしゃらに描き続けた。しかし描けども描けども生活は苦しかった。その頃描いた自画像、漫画家としてやっていけるのか、そんな自問自答を繰り返していた頃だ。38歳の時結婚。妻を持てば運も変わるのではないかという母の勧めによるものだった。本当に集中して精神誠意というか、もう打ち込んで書いてましたからね、なんか近づけない雰囲気でした。しかし極貧生活は続いた。妻も背景を塗る手伝いをして水木を助けた。ここで受け入れられるものを書かないともう飢え死に餓死するぞっていうようなこと言って、追い詰められて迎えた昭和40年、別冊少年マガジンに水木の作品が掲載された。採用を決めたのは当時の副編集長内田勝。読み応えのあるスケール感あふれる作品を求めていたという。まあ、いろいろ探していく中でね、まあ、その歌唱劇の世界というところに、まあ、目が止まったわけですね。斉藤孝雄さんとか、まあ、水木しげるさんとかね、まあ、こういった人たちで、非常にあの絵もねこうリアルで、ストーリーも非常にこうシリアスなね。水木の描いたテレビくんは講談社児童漫画賞を受賞。これを機に売れっ子漫画家の仲間入りを果たした。時に水木しげる43歳、そしてあのテレビアニメが始まった。主題歌も自ら作詞、子供の頃の自分を歌にした。ゲーゲーゲッゲゲのゲー、朝は寝床でグーグーグー、楽しいな楽しいな、お化けにゃ学校も試験も何にもない。息子の活躍を知ったふるさとの母琴恵は、それはもうね喜んで、もいやもう鬼太郎を描いてからよく売れたと。で鬼太郎のなんかグッズの人形ができたんですよね。もうそれをね神棚にあげて毎日拝んでましたから、いや鬼太郎はもう神さんだと。やっぱり今までの努力が年取ってからだけど、まあね報われたというんで、もうすごく喜んでました。その後はカッパの三兵衛や悪魔くんも大ヒットしたんじゃ。どれも売れなかった紙芝居時代に作られたもんなんじゃよ。売れっ子漫画家となった水木しげるは、晩年の母を東京に呼び寄せ面倒を見た。そして今回見つかった母の8ミリフィルム。前の年夫に先立たれた母を元気づけるため、三兄弟が一緒にふるさとを旅した時の映像だった。それは最後の親子旅、三兄弟の親孝行を映し出していた。この映像から9年後、母琴恵は静かに息を引き取った。94歳の大往生だった。亡くなった母の姿を水木しげるは作品に描いている。それは葬儀の日化けて出る母の姿。まだまだ愛情が足りないと息子たちを責め立てる母。水木はもっと親孝行がしたかったのだろう。最後に母琴恵を妖怪に例えてもらった。妖怪らしくないけどね、あれ直接怒るから。
妖怪百科をめくり出した。川赤子みたいな感じじゃないかな。泣き叫ぶ赤ん坊の妖怪だ。もうしょっちゅうあの騒いでたから怒ってたからね、しょっちゅう。堀ちえみ、人気絶頂の中での突然の引退。自分の一生貫き通したいじっぱり親子が語る本音。この番組はドコモグループ、トヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この後は人気お笑い芸人たちの雑学王決定戦。クランプ作品待望の映画化。あなたはこの不思議な世界に迷い込む。劇場版ホリック同時上映、劇場版翼クロニクル。10年後に喜ばれる仕事を、未来に。